カール・ウィルヘルム・ファインリヒ・レーマンは、ドイツの造船技術者、貿易商、レーマン・ハルトマン商会経営者、プロイセン王国に属するオルデンブルク、対抗国出身、オルデンブルクで高等司法顧問官を務めていた、アレクサンダー・アドルフ・レーマンの長男として生まれた、母の名はル・イーズ、姉に、ヨハンネ、弟に、アルバート、ペーター、ルドルフ、 若い時から、おじのいるアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアの造船所で働き、後にオランダロッテルダムの造船所に移る。1861年、オランダ東インド会社を通じて、長崎の出島に渡り、造船技術を指導するが、1865年に、勤めていた縦上軍管大律所が建設を前にして、閉鎖し、 それに先立って3年の契約期間満了に伴い、契約更新を許可されず失職。カルセット面という偽名を用いて幕府に対して異議を申し立てているが、却下されている。その後は商人に転身し、長崎や横浜を拠点としながら、長州藩、熊本藩、広島藩、鳥取藩などと、銃や祈祷などの取引を行っている。1866年10月。 オスカー・ハルトマンとレーマン・ハルトマン商会を創業。長崎では、爆心、かつ回収や合津藩士、山本覚馬と交流している。1867年1月、合津藩と激真珠の取引のため、山本覚馬や中沢立脇と共に、まだ外国人の遊歩が禁じられていた兵庫に急病と偽って上陸。ハンガロー、田中玄清に、 激真珠の見本を提出し、5月4日、1300兆の小銃の注文を受け、日本に在庫のあった300兆を引き渡した。1867年6月に、奇襲、合図両藩との取引契約履行のためプロイセンに帰国し、シャウムブルクリッペ公国のビュッケブルクで銃を調達、奇襲藩用の3000兆と合わせて、 日本に到着した4300兆は、奇襲藩に引き渡された。同時に、娘、おときを統合させて、洗礼を受けさせて、自らのことの認可を受け、また、故郷の学校へと預け入れている。またこの時、日本人初のドイツ留学生、小松斎二が堂々しており、カール・ケッペンを奇襲藩に紹介しており、後の津田でによる奇襲藩の改革に益した。 1868年秋に長崎に戻る。その後、大阪と兵庫にレーマン・ハルトマン紹介の事務所を移転。京都府の顧問になっていた山本角馬と再会して協力し、弟ノルドルフを角馬に紹介した。その後もレーマン兄弟は角馬の振興策に貢献した。1873年秋にオルデンブルクに戻り、 1874年4月21日、42歳で死去。来日後、日本人女性、キジャヤキと結婚。娘に、ルイーズ・シャルロット・オトキがいる。なお妻とは、間もなく死別している。お夏という名の日本女性との間に、カーラ・ジュリー・コイネという娘も設けた。1869年8月6日に、神戸に残りの銃が到着したが、 すでに母親戦争は終わっていた。1870年4月、先に渡した300兆の小銃の代金が未払いだとして、合図ンに対し訴訟を起こしたが、レーマン死後の1878年に訴えが取り下げられた。カーラ・レーマン・マイ・ヘリテッチ、ありがとうございます。